どうも、ハイチーです。今回はですね、受験生と、まあ、親御さん、保護者の方ですね、の、まあ、関係というか、距離感というか、その辺について話していきます。で、ただ、ストライクゾーンがすごい狭い話っていうところもあると思うんです。あまり興味湧かない方は湧かないと思うんですけど、今、受験生の方とか、あとは、まあ、これから、来年とか再来年受験生になる方は、頭のどっかにね、ちょっと置いといてほしい話にはなるので、よかったら、お付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。で、今回この話をする、まあ、経緯というか、まあ、もともと、塾講師の時からずっと思ってることを伝えたいっていうのは一個あるんですけど、まあ、普段ね、相談メールをたくさんいただく中で、結構、こう、保護者の方から言われた言葉とかに苦しんでる子のメールって多いんですね。で、逆もしかりで、保護者の方から、こう、まあ、息子さん、娘さんね、にどう接したらいいかがわからないっていう、保護者の方からの相談も多いわけですよ。お互いに距離感に悩んでるというか。で、まず、子供側ですね。みんなね、学生のみんな側からの意見なんですけど、まあ、意見とか悩みですね。理想としてはさ、もちろんこう、家族全体、親も兄弟もそうですけど、で、みんなで一緒に受験頑張っていこうねって。頑張るのは本人なんだよ。みんな本人なんだけど、っていう、なってたらいいじゃないですか。ね、親に励まされてとか、うちの親はすごい応援してくれてっていう風に感じてほしいなと。それが理想系というか、そうなってほしいなってすごく思ってるんですけど、やっぱり実際はそうではなくって、結構、なんだろうな、そんなこと言っちゃいますかみたいなのを言われますっていうのをね、この結構相談が多いんですよ。例えば、お前なんか受かんねえよ、みたいな。塾代返せ、ボケみたいなのを言われますと、毎日のように。そう、言われる。で、陰口、部屋の外で聞こえるように悪口を言ってくると、自分の。まあ、自分も人の親ですけど、まだね、4歳と1歳の子だからさ、そんな、なんだろ、パパ歴は長くないんですけど、でも、そんな言うかなって思っちゃうぐらいなことを言う親御さんが多いんですよね。結構聞いてると。でも、ただ、それを聞いて、いや、思いますよ。本心としては、なんだそのクソ親とか思っちゃいますけど、でも、実際、塾講師の時から自分、三者面談ってほとんどやらないタイプで、子供が、学生のみんなね、生徒側と二者面談して、親御さんと二者面談してっていうのをやるスタイルをずっと貫いていて、でそうすると、三者面談だとさ、親御さんも子供の手前、やっぱり厳しくなるの。子供に対してすごい、結構嫌味っぽく言ってしまったりとか、この子うちでは何もしなくて、みたいなね。で、子供は子供側で、うっせーな、冒険みたいな、なっちゃうんだけど、でもこれ一対一で面談するとそんなことないんだよね。実際は、やっぱり、親に対して申し訳ないって思ったりする。ただ、それを言える時期ではないからさ、なかなか、だったりとか。で、親御さん、保護者の方も、すげー厳しいの、普段。マジ、このお母さん怖えなーとかと思って面談するんだけど、でも、喋ってるとね、すぐやっぱりカッとなってしまうと。ちゃんと応援したいんですけど、どうしても感情が先に出てしまって、なんて言ったらいいかわからないんですって。で、どう表現しても喧嘩になっちゃうから、もう、ね、どうしたらいいかわからなくて、みたいな。お母さんとかって結構多いんですよ、実際。だから、こう、みんなからもらったメール、そのメールの文面だけ切り取っちゃったらさ、なんだよ、このクソやーってなっちゃうんだけど、でも、そこにはお母さんはお母さんで悩んでる姿がきっとあって、お父さんもね、きっとね、と信じてる。いや、そうじゃない親もいるかもしんないけどさ、そう。で、まあそんなことを、ちょっと前置きになるんだけど、考えていく中で、変なとこで切れたと思います。今ね、選挙の時期なんですよ。で、選挙カーが走ってて、さすがにね、あんまりにもうるさかったから、ちょっと今切っちゃったというか、無理にね、編集点作っちゃったんですけど、で、話戻しますね。で、まあそういう相談もらっていくと。で、実際にまあ自分はですね、極論というか、まあ、本心言ってしまうと、子供側と学生のね、学生側と保護者側だったら、91で学生の肩を持ちます、それは。どういう状況でも。それが、学生のみんなが、例えば、なんだろうな、被害妄想というか、そんなに言われてなくないっていうことでもさ、やっぱり、ぐって傷つくと、もうマジでこんな風に言われたんですって、なんか何割もしかり伝えちゃうことってあるじゃないですか。これしか言われてないんだけど、ここまで感じちゃうから、ここまで伝えるみたいな。そこまで、みたいなあるんですけど、でもそれでも受け取る。基本的には。子供側の言葉を信じるようにはしてます。やっぱそれは、職業柄というか、まあ、性格がそうなんと思うんですけど。でも、やっぱそこを踏まえたとしても、一個ね、みんなにしてほしいことというか、思っててほしいことがあって、みんなの中で、親の評価というか、親のことをどう思ってるかわからないよ。それはね、本心では、
感謝はしてるけど、でも口ではうっせやっぱでも、感謝はしてますよ。感謝はしてるけど、でも超うるさいんですよ、うちの親、みたいな。だったりとか、まあ、素直に、ね、感謝してるって方もいらっしゃるし、あとは、本当にもう死んでくれ、みたいな、に思ってる方もいるかもしれない。実際ね。うん。自分も、自分反抗期ってあんまなかったんですけど、でも、まあ、特に中学かな、の時は、ちょっとね、母親と、まあ、特に父親もそうだけど、距離感がなかなか難しくて、もういろいろあったんですけど。で、なんだけど、受験生ね、受験が終わった時に、ぜひ、みんながどういう思いを親に持ってるかわかんないけど、受験終わって、まあ、特にまあね、合格不合格、ね、どっちかわかんないよ。合否に関してはわからないけど、でも、感謝を伝えてください。感謝を。できれば手紙とか書いて、目の前で読んであげたり渡したり、こっぱずかしいと思うんだよ。こっぱずかしいし、そんな思ってねえよ、と。感謝すること何もない、みたいな。思うかもしんないけど、それでもやってほしいの。で、これは、何個か理由があって、まず、その、根底にまだ感謝。ある程度、お世話になってるし、飯も食わしてもらってるしっていうのがあるんだったら、やっぱり受験っていうのは、頑張ったらみんなだよ。みんなだし、支えてもらってねとか、最初に言ったようにさ、ぐちぐち言われたりとか、モチベーション削られると親から。そういう中で、何なんだよって思ってたかもしんないけど、でもやっぱり飯食わしてもらったりとかさ、見えないところで支えてもらってる部分がやっぱりあるので、親に。そう、お金の面は特にそうですけど、だから、そういったことも踏まえて、やっぱり感謝を伝えてほしい。一個の区切りなんで、そこって。そう。で、もうね、本当に感謝することなんでね、と。もう一緒のこともムカつく、本当死んでくれ、みたいな、ふうに思っちゃってる方もいるかもしれないけど、それでも伝えた方がいい。で、多分、そこまでもし思ってしまう関係だったら、やっぱり親御さんの方にも火があるというか、普段のね、その接し方とかもあると思うんですよ、きっと。で、ただ、やっぱりね、そういう関係ね、なんかもう、なんだろう、全然噛み合ってない、もう喧嘩ばっかりでとか、本当に憎しみ合ってしまってるような関係の方もいるかもしれないけど、でも、感謝をそこで伝えると、しっかりね、いい気持ちを伝えると、その瞬間やっぱり、その子は親を超えたことになると思うの、俺は。と思っていて。だって、もうさ、なんだろうな、水かけ論じゃないけども、わーわーわーってなってるんでしょ？なってる関係なんだけど、突然感謝言うんだよ。でも感謝突然言っても多分親受け取んないと思うんだよ。キュンとはなら、キュンってか、なんか、キュンは違うな。なんか、うって、感動するみたいなのはならないかもしんないけど、でも、そういう関係だったのに、そこ一個大人になって、しっかり感謝を伝える。そう。思ってないことかもしれないけど、でも、それでも言葉にして伝えるっていうのは、やっぱり一個こう、親を超えていく瞬間なのかなと。そういう風にはなりたくねえなと思ってるんだったら、なおさらね。やっぱりそこは超えていかなきゃいけない。人生において、まあ、とにかく自分は感謝の気持ちとか挨拶とかすごく大事にする人間なんですけど、感謝の気持ちってやっぱりたくさん伝えなきゃいけない、しっかり。それは、今回話したその受験が終わった時とか、そこだけじゃなくって、普段からね、いろんな人に。で、やっぱり受験っていうのは大きな一つの、まあ、イベントって言い方したらちょっとずれますけど、でもやっぱり大きな行事なんだよね。みんなにとっても、周りにとっても、家族にとっても。で、それが終わった時に、どういう思いを持ってるかはわからないけど、でも、感謝の気持ち、それを一つの形としてしっかり伝えるっていうのは、けじめがつく。いろんな意味で。みんなにとっても絶対プラスになる、それをすること。したことによって、例えば、感謝を伝えたらさ、ちょっと喜んでほしいじゃん、できれば。全然反応しねえと。はぁ、何？なんか買ってほしいの？気持ち悪いみたいな。言ってくるかもしれない、親が。でもいいの、それでも。もうそれはそこまで親がそこまでの人間だったって思えばいい。と思ってしまうんだけど、言い方が悪いね。言い方非常に悪いんだけど、この動画やばいな。やばいかもしれないけど、でもそれが本心で、けじめはつけてほしいってのは思ってる。で、なんでこの時期にそれを話したかっていうと、普段ね、まあみんながまだその受験真っ只中、まあ受験がそろそろ終わる方もいるっていう、栄養入試とかがね、終わり始めるんで、そういった意味で、まあ終わる方が出てきてるから、これを話したっていうのもあります。で、正直多分2月とかにまた話すと思う。同じようなことを。話すと思いますけど、で、まあ、これから受験まださ、半年ぐらいあると思うんですよ。大体の方が。まあ、4ヶ月から半年ぐらい。で、その中で、親からね、いろんな言葉をもらうと思います。で、きつい言葉とか、もしかしたら優しいこともあるかもしれない。で、その中で覚えておいてほしいことは、人っていうのは、例えば、それは親だけじゃなくって、いろんな人から何か言葉をもらいます。励ましの言葉、叱咤激励、いろいろあると思うんですけど、自分にとってマイナスとか辛いことの方が絶対に印象に残るんです。プラスよりも。マイナスの方が残る力強く。プラスの力ってのは一瞬、よっしゃーって嬉しいってなるんだけど、それが何日も経った時に、あの時あの人あれ言われたぞ嬉しいぜって、なかなか持たないんだよね。でもマイナスの言葉っていうのはその瞬間凹む。でも凹み続けるの。
脳に残るからずっと。マイナスの方が残りやすいんだね。でも、その、なんだろうな。親御さんのことを考えたときに、またこんなこと言われた、またこんなこと言われたっていろいろ思うと思うんだけど、でも、落ち着いて考えたときに、プラスのことも言われたこともあると思うんだよね。きっと。で、そこのバランスは取っといてほしいの。マイナスのことばっかり蓄積してしまったら、それは憎しみに変わっちゃうんだよね。で、憎しみというかもう嫌だって感情に、こう、なんだろう、心を苛まれてしまったら、モチベーションが下がるの、そのままいくと。で、そうすると、自分にとってマイナスにしかならないのね。で、それを親に責任転嫁したいと、あいつのせいでって言いたいけど、責任転嫁したところで何も変わらないから、自分は。そう。だから、なんだろう、いろんなことを考えたときに、親とのエピソードね、考えたときに、プラスのものもないかなって。もちろんマイナスの方が多いと思うけど、印象としては。でもプラスのこともあるよねって。そう。だそこのプラスとマイナスもちゃんと両方あるんだってところを認識して、で、いろいろ言われたとしても、ちょっと踏ん張ろうと。踏ん張って、最後に感謝伝えて、で、この親を超えていくんだって。そう。高校から大学になる子は、まあ、大学ね、狭くわかんないけど、進学する子も就職する子もいると思うけどさ、もう、高校が出た後っていうのはもうガラッと変わります、環境が。変わるし、自由度が違うもん。生きる上で。そう。だん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 親の子縛りがなくなります。で、縛りがなくなっていくとすごい楽しくなる。楽しくなるけど、それとともに責任が伴うからね。自分に。違う縛りが出てくるから、今度。いい？その中で頑張っていくためにも、今、まあ親からね、しんどいこと言われてるけど、まあ、修行というか、なんか頑張るとこなのかな、というふうに、ちょっとポジティブに解釈ね、してもらえたら嬉しいなと思います。うん。で、中学から高校に上がる子、もちろん高校でもまだね、親の中でっていう縛りはある状況になってしまうけど、そんな大きくガラッとは変わらないけど、でも、やっぱり中学と高校、義務教育抜ける瞬間だから、結構変わるんだよね。自分でできることも増える。もちろんバイトを始める子もいるかもしれないしさ。そう。だから、まあね、これから飛躍していく、みんな自身が飛躍していくためにも、その親との関わり合い、親に対する印象っていうところは、まずプラスとマイナスをしっかり持っておく。自分の親とのイメージというか、思い出というか、印象を持った時にね、両方持っていくこと。そして最後感謝を伝えて、それがしっかりしたけじめをつける。そして親を超えていくというか、まあね、みんなにとって親がどういう存在かはわからないけど、そこは、頭の片隅に置いといてほしいなと。そのプラスマイナスのことと感謝を伝えるっていうこと。とは思います。で、今回ね、ちょっとだいぶ長く話しちゃったんですけど、最後にちょっと自分のこと話していいですか？で、自分も、そのさっき言ったように、親との距離感がちょっとうまくつかめなくて、なかなか。そう。だけど、25の時、ちょっと遅いんだけどね。25、たぶんまあ、四半世紀というか、ちょうどキリがいい25歳の時に、初めて親に手紙書いたんですよ、自分は。そう。で、手紙書いて、でも社会人になって働いてたからさ、ちょっとまとまったお金をね、渡して、まあ、旅行でも行ってこいよ、みたいな感じで。ちょっとね、みんなにこんなこと言っといて申し訳ないんだけど、目の前で手紙読むことはできなくって、もう家出てたから、実家に帰った時に手紙置いてそっとお金と一緒に、で、後で読んどいて、つって、で、書いたんですけど。で、それまで、やっぱりちょっとわだかまりがあってどっか、仲は良かったんだけど、ちょっとなんかあったのね。でもそれをすることで自分はすごく変わったの。親に対する印象というか距離感が。そう。だから、それ自身みんながね、そう感じるかどうかはわからないし、ね、若いみんなに押し付けて本当申し訳ないんだけど、でも、子供たち生徒、自分の生徒だった子にやらせて、それで、こうやっぱり良かったっていう子もたくさん見てきたので、参考にしてほしいというか、まあさっき最初にも言ったように頭の片隅にちょっとね、置いといてもらえると嬉しいです。はい、ということでちょっとねダラダラ話してしまったんですが、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。親との距離感に悩んできた人っていうのは、自分が親になった時に自分の子供とね、距離感をしっかり考えられる人になると信じてるんですけど、なので今すごい辛い時期な方多いと思うんですが、ぜひ踏ん張ってね、自分のプラスにしていってください。頑張ってね。